はい、ね、筋肉マン考察改め、ね、田中の減らず口ですよ、ね、何回目でしたっけ、67回目、ね、今日はまだね、筋肉マンの、新しいお話が更新されるですね日じゃないので、まだ月曜日じゃないんですよ。10月の、26日の月曜日じゃなくてですね、今日は10月の24日の夕方です。ですね、というわけでね、皆さんのコメントの紹介をさせていただきます、ね、前回お寄せいただいたコメントの紹介です。まずはね、これまさきさんですよね。これなんか前までまさきさんの名前であったんですけど、なんか別の名前になってるんですけど、まさきさんですよね。テロップもまさきさんでいきます。間違ってたらすいません。っていうかまさきさんに間違いないですよね。じゃあまさきさんのコメントがですね、予想が全て外れた、まさかフェニックスの配下の3人が駆けつけるとは思わなかったぞ、ね、これはね、結構みんなね思いませんでした、ね、もっと後に出てくるんじゃないかという意見が結構多かったんですけど、それ以前にですね、フェニックスの部下ってなんかフェニックスとそんなに仲良しじゃなかったと思うんですよ、ね、ビッグボディはね、なんかキャノンボーラーとかレオパルトンとかもすごいなんかもうね、献身的なね部下じゃないですか、仲間だ俺たち、仲間なんだ俺たちはみたいな感じなんですけど、フェニックスってなんか結構なんかね、部下のことを粗末にしてたじゃないですか、ね、よく考えてみたらね。ですからね、にもかかわらずですね、またね、再結集するっていうのは、なんすかね、フェニックスがみんなに謝って回ったんすかね。どうなんすかね、これ。この辺の経緯も書いてほしいですよね。まあ、彼ら、マンモスマンとか、プリズマンとか、死んだはずなのにどうやって生き返ったんだみたいなのは、やっぱあれですかね、筋肉マンのフェイスフラッシュでしれっと蘇ってたんですかね。それとも超人墓場でね、一生懸命働いて、戻ってきたんか、もうよくわかんないですけどね。じゃあまさきさんのコメントを続けます。プリズマン、サタンクロス、そしてマンモスマンまで、そしてフェニックスとビッグボディの禁断のタッグまで実現、意外な予想外の結果になった。しかしこの読者の予想といい意味で期待を裏切る展開に持ち込むのが筋肉マンの魅力かもしれないな。次号もどうなるか期待。おそらくフェニックス、ビッグボディ、マンモスマン、サタンクロス、プリズマンは前線するも敗北、もしくは相打ちし、ここで正義超人軍の登場となるかもしれない。また予想を外れていたらすみませんですけど。いやもうね、予想はもうね、予想なんですよ、もうね。結構ね、もうみんなね、外しまくってますから。で、たまに当たるみたいな。たまに当たってイエーイみたいなね、ことしてますのでね。もうどんどんね、大胆な予想をお願いします。まさきさんの予想としてはですね、華々しく登場したフェニックス軍団もね、相打ちもしくはね、死ぬみたいな。ね。プリズマンなんかもうね、出てきた瞬間にこいつ血祭りにあげられるなみたいな感じでしたからね。はい、じゃあ次のコメントね、次のコメントは石木丸さんね、いつもありがとうございます。何事も安全第一、動画よりも安静ですよね。先週ね、ちょっと腰痛になってですね、なってちょっとねあれだったんですけど、まあね、痛み止めを飲みつつですね、あとねコルセットをですね、まあ仕事に行くときはコルセットを巻いてですね、でそれでまあなんとかですね、ひどい痛みにはなりませんでしたね。まあ多少ね、確かにあんだけのね腰痛になったらなかなか治らないんですけど、
段はちょっとね、ちょっと腰のところにちょっと違和感はあるんですけど、そんなね、我慢できない痛みとかそんなんじゃないんですからね。もうこれはね、もうこういうのと付き合っていくしかありませんよ。もうね、年も年ですから。お気遣いありがとうございます。車の長距離運転は結構腰に来たりするので、おもちゃ田んぼでの見えない疲労が蓄積したのでしょうか。ね。おもちゃ田んぼでの見えない蓄積ですか。はい、コメントの続きです。予想は外れましたね、かっこ笑い。結果論になってしまいますが、フェニックスの作品に乗ったわけですから、知性チームが出てくるのも納得です。ただそうなってくると、視聴チーム技巧チームの出番が、まあ出てきたところで合理チームのように負け確定でしょですけど、かっこ笑い。どうなんすかねこれ。フェニックスチームがいきなり出てきてですね、で、まさきさんの予想通りにですね、フェニックスチームの面々がね、散っていった後にですね、マリポーサーとか、ゼブラの部下がね、現れても、なんかね、どうなんだこれ、みたいな感じですからね。どうなんすかね、これは。コメントの続きです。勝ち抜き戦ではなくタッグマッチになりそうですね。タッグといえば2プラトンですが、過去に組んだことないペアは都合よく出せるんでしょうか。難しい予想ですが、フェニックスさんのビッグボディにはオメガマン弟が加わり、そしてスグルにはミートが戦うのは難しいと、ゼブラ&マリポーサが参戦。多分外れるでしょうねって書いてます。いやね、ゆで卵先生もですね、結構ですね、やっぱこう読者の裏を書くようなことをやってますからね、こういうのもあるかもしれませんよね。もうここで惜しげもなくオメガマンも出すとね、オメガマンの弟ね、兄貴の代わりに俺が行くぜみたいな感じでね、でスグールミートが戦うのは、ミート君の代わりにゼブラマリポーサね、これもね、なんかありそうですね。ありそうですよ。ね。もうね、全然読めないんですよ、展開が。ね。すいません。というわけで、はい。じゃあ次のコメント。大北川さん、ね、いつもありがとうございます。これでオメガマン、弟が生きてないというのも、変やけど、それやと、前までの話がちょっと、興ざめ感が、ビッグボディフェニックス、スグルのロイヤルプリンスタッグに期待ありますね。大北川さんは、ビッグボディフェニックスにはスグルが合流すると。ね、オメガマンの弟は、なぜか死んだまま説を捉えてます。ね、でも、みんな結構蘇ってね、オメガマン弟だけ蘇らないっていうのはね、それはどうも腑に落ちないんですけどね。まあね、蘇ってしまうと前の話、この前は全シリーズの話で興ざめ感がですけどね。だからといってオメガマン弟だけが死んだ扱いというのもね、どうですけどね。まあこれはですね、また近々ですね、ビッグボディフェニックスはスグルがメンバーに加わるのか、それともオメガマンがメンバーに加わるのかね、これはね、見ものですね。因縁のある者同士が必ずしもね、タッグを組んだりチームを組んだりということは、ゆで卵選手は必ずしもは思ってないんですね。なんせかね、テリーマンとジェロニモのチームにですね、プリズマンですからね。なんすかね、これ。はい。じゃあ次のコメントはソウルさん。ね、いつもありがとうございます。これは、この展開は意外でしたね。ただ、ジェロニモのチームにプリズマが加入するということは、石木丸さんのジェロニモが人間に戻る説が当たっているかもしれません。ねえ、今言ってたプリズマンのネタですけどね。コメントの続きが、カピラリアの
ピースを求めるエピソードゆえプリズマンが気になるのは必須かと思います、必死かと思います。カピラリア光線は人間に効かないのであえて人間に戻ったジェロニモとプリズマンの、カピラリア光線を、使った合体技がとか考えられますね。これ思ったんですけど、あのカピラリア光線ってあの長身に効くんですかねこれこれどうなんですかね、長身も一応なんか超人みたいなあれだから効くんですかね、全然効かなかったりして全然効かなかったらプリズマン全然役に立たないじゃんみたいなねえ、プリズマンってはっきり言ってあのカピラリア光線がなかったら本当もただの雑魚ですよあれ本当にね。いやカピラリア光線があっても結構ね小物感、まず小物感丸出しですしね、でおまけにブロッケンジュニアにですねまさくらって粉々になってましたからね。でその後ブロッケンはね谷底に落ちていきましたけど、あのわざくらって完璧にバラバラになってねやってますから、結構ね弱い部類に入ると思いますね。まあフェニックスチームの中でも一番の小物だと思ってますね。ねというわけで、ソルさんのコメントの続きが、何でしたっけ、人間に戻ったジェロニモとプリズマのカピラリア光線を使った技が使った合体攻撃考えられます。それがテリーマンに誤爆してテリーマン死亡、義足だけが虚しく残ると予想しますこれはねえ、これ随分先の展開まで予想されてますけどねえ、テリーマンが爆死でねえ足だ義足だけ残るってね、テリーマンこれ死ぬのかみたいなまあね、テリーマンが序盤で死んだらねこれ確かに読めない展開ですけどねえ、そろそろデリーマンね、もうちょっと活躍してもいいんじゃないんでしょうかね。ね、超人タッグの時がデリーマンの一番ね、絶頂期だったと思いますよね。実質超人タッグ編ってね、なんか、実質、ね、あれも本当にもうデリーマンのお話ですよね。デリーマンが主役の話だと思いますよ。ね、最初ね、こう、筋肉マンとのタッグを解消してですね、でジェロニモとタッグを組んだものの、ね、今までの自分の、歩んできた路線をちょっと変更してちょっとヒーロー路線にやってみたけどうまくいかない上に、ね、自分を助けてくれた、ね、プリンスカメハメがなんか、ね、犠牲になって、でそれでこう、ね、彼の石を俺が積むんだみたいな感じでですね、筋肉マングレートとしてね、戦ってですね、で最後筋肉マンと共に、ネプチューンマンとネプチューンキングを倒すというのはですね、見てるとすごいこうね、テリーマン中心の話ですので、もうこれでテリーマンの活躍は終わりと言わんばかりにですね、次の大磯奪戦ね、大磯奪戦もかなりの長期シリーズだったんですけど、テリーマン本当に活躍してなかったねえ、キングザ100と戦った後もう全くその後はいいところなかったですからね。もうジャンプのあの連載終盤の頃もテリーマンがなんだろう、テリーマンは筋肉マンの応援団長かとかねひどい書かれ方しましたからねなんかで言われてましたよ、ファンローとかなんかで言われてましたよ、そういうのね。というわけですよ。はい、じゃあ次のコメントはアーさんね、ありがとうございます。あ、いつもありがとうございますいろんな動画にコメントをしていただいてますね。筋肉マンの方もですね、もうどんどんね、大胆予想よろしくお願いします。腰気をつけてくださいね、ぎっくり腰になったら大変ですね。気遣いありがとうございますいやもうね、ぎっくり腰はですね、もうね過去にちょっとやらかしてですね、たまに再発するんですよ。で今回もその再発的なものかと思ったんですけどね、このちょいちょいなんか鳴るんですよね。ですんで、まあね、気をつけていきますというわけでね、コメントの方は以上です。というわけでね、この続きはですね、またね、こうねこの続きと言いましても、この動画の後半は、ね、
新しい筋肉マンの、ね、最新話について、ね、いろいろねお話ししていきたいと思います。じゃあ前半は以上です。はい、ね、10月の26日月曜日ね、夕方会社から帰ってきてですね、筋肉マンの最新話読みましたよ、ね、第326話、ビッグボディフェニックス法の前夜ってありますね。BP 法の前夜と書いてね、ビッグボディフェニックス法の前夜っていうのこれね、このタイトルちょっとねこれね、いやプロレスはですね、ね、昭和のプロレスとか知ってる人は、まあ、BP 法とね、いきなり言われても、ね、わかるじゃないですか。ね、これあれですよね、何、BI 法でしたっけ、ね、BI 法をいうのは、ね、ジャイアント馬場とアントニオ猪木の、が、二人がタッグを組んだ時の、なんかタッグチームの名前が確かそんな名前だったと思うんですよ。ね、でもそれにしてもそれもですよ、めっちゃ昔の話ですよそれねえ、なんか流言法とかありましたよね、なんか天竜源一郎と誰でしたっけ、阿修羅花でしたっけ、ね、流言法流言法まで思い出しましたよねえ、これいきなり BP 法で言われてもですね、本当にですね、ねえ40代後半から以上じゃないとマジで分かんないですよこれこれをまたタイトルに堂々とつけてくるこのね、ゆで卵先生は素晴らしいですね。ね、何回か前にですね、特攻野郎 B チームね、ビッグボディチームもありましたが、どういうこれタイトルのネーミングセンスがすごすぎるなこれとか思って でした。はい、ね、今回読んでですね、感想ですけど、まああれですよね、なんかね、やっぱり結構予想に反してですね、いきなりフェニックスチームが戦ってますよねねえ、フェニックスチームの人たち出てきて、もういきなりは戦わないだろうと思ってたら、もうなんかいきなりやり合ってるじゃないですか、ね、でしかもね、フェニックスとビッグボディもいきなり戦い始めてるじゃないですかね。いやー、これびっくりしましたよ、お前マジで。ね。ただ、ちょっと前、戦い始まる前にですね、ちょっとフェニックスがですね、なんかちょっと気になること言ってたんですけど、なんか、カピラリアのピースを実力的に最も信頼できる人材として、かつての俺のチームメンバーどもに声をかけ、それぞれに託したつもりだったとか言ってんですよね、これ。ビッグボディなんか説明してるときに。ねえ、これ実力的に最も信頼できる人材とか言って、ねえ、やっぱフェニックスはね、マンモスマンとかオメガマンとか、プリズマンとか、サザンクロスのことを信頼してたんですかね。なんかね、大井争奪戦のときは、なんかあんまそういうふうには見えなかったんですけどね。まあ、信頼してたんですかね。ほんでなんかね、オメガマンだけがなんか来てなくって、それをそのオメガマンに渡そうと思っていたピースをビッグボディに返しましたけど、オメガマンね、お前がオメガマンの代わりだね、あいにく数が合わず一つ余ってしまったとか言ってね、お前がオメガマンの代わりだってことは、ね、オメガマンね、生きてるんですかね、やっぱりね、この感じだと生きてるけど、なんかオメガの国を救うためにですね、そっちの方に行ってるから来れないみたいな感じなんですかね。ねねえ、まあどっちにしてもですね、こう戦いが始まって、やっぱりですね、この4試合ね、同時展開みたいな感じでね、始まって、結構ね、これ楽しいことになってきましたよ、これ。ね、でしかもですよ、ね、戦いが始まって、なんかこうね、フリーズマンと、そのフリーズマンとの戦いの相手のところに、ちょっとなんかスポットが当てられつつありますよね。
ね、でなんかあのジェロニモがプリズマンが遊説ずらーとか言ってます。ほんで今週号の最後にですね、プリズマンの相手のショート、ね、姿が、ね、はっきり分かって、我は憤怒の神、そして実体と共に得た、新たなる超神明、その名はバイコーンで、ね、出てますけど、なんすかねこれ、なんか筋肉マン2世でもこんな感じの人出てきましたよね。なんか、まあ、鳥みたいな人ね。どっちにしてもあれですよね、このなんかちょっとイケメン風の敵が出てきましたからね。これもうプリズマン完全にこれ負け確定ですね、これね。ちょっとなんかかっこいい系の悪者が出てきたじゃないですかね。これでちょっとね、女性ファンとかね、こうね、女の子はキャーって言いそうなね感じ。これはもうなんかテリーマンと戦ってなんかいろいろなんかありそうな感じ的な感じなんですけどね。あとあれですよね、この新しい超人って前のあの超人何でしたっけ、あの超人募集大発表でね、前あったあのやつでなんか何体ぐらいでしたっけ、20体ぐらいなんか一気に紹介されてましたけど、超人がその中にはこの超人いませんでしたよね。ということはね、またそれとは別にこう超人としてね、こう登場人物の一人としてね選ばれた、あれなんですかね、あのグレートサンバイザーとか出てこないですかね。グレートサンバイザーとね、イドマンと、ザ・納豆と何でしたっけ、アップル 100% だっていうやつはもうぜひね出てきてほしいですよ、ね、しかも超新として。というわけですよ、もうね、まあそうですね、この今後の展開としてはまあ多分このイケメンのこのバイコーンっていう超人は多分ね、こうね、なんすか、プリズマンをボコボコにするでしょうね。来週は危うしプリズマンですね、これは。それとあとね、どうなんですかね、それともマンモスマンと戦う相手とか、フェニックスとビッグボディが戦う相手とかもどんどん判明していくんですかね。もうまあよくわかんないですけど、とりあえず、プリズマンはもうここで、死にます。BP4 はまあね、いろいろコンビ結成、ね、するまでいろいろこうね、あれやこれやとストーリーを積み上げてきたから、まあそう簡単には破れないと思いますね。ね、まあどうなんですかね、なんとも今回のシリーズはっていうのはですね、やっぱね、なかなかこう先が読めないね。でまあこうなんて言いますかね、まだこう試合が始まってこうじっくり試合をしやっていくようなね、こう状況ではなくて、こう展開が結構早くてですね、未だにこう試合形式としては分かりませんけど、まあとりあえずタッグマッチが1試合、シングルマッチが3試合で、ね、進んでいくんですかね。というわけでね、今週は以上なんですけど、今週のね、筋肉マンの、私が持ってる筋肉マンの、グッズ紹介をして締めたいと思います。はい、これです。これです。これは、昨日はですね、よく行くね、ブックオフに行ったらですね、金消しが売っててですね、これプリズマの金消しですよ、これね、いやタイムリーですね。でこれね、値札のところになんかマジックがビッて売ってますけど、これもともと108円で売ってたんですけどね、30円でした。いや久々にそのブックオフ行ったらですね、なんかワゴンが置いてあってですね、ワゴンの上にこういうなんかちっちゃい金消しとかですね、バッチとかですね、なんかちっちゃい食玩のおまけみたいなやつがドーンと乗ってあってて、どれでも30円とかで売ってもらってたんで、とりあえず買いました。というわけです。じゃあ、またはね、皆さんのコメントお待ちしてます。